はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人は、はじめまして、シラコングです。今回ね、レッドゾーンセルマックスやっていくんですけど、やっぱり8周年もしっかりだけど、まあ、人造人間も俺の中では熱くて、今回人造人間を使ったパーティーで、まあ、やっていければなと思ってます。上から1凸2次2凸2次2次1凸1凸です。まあこいつは極限ずっと覚醒してリンクレベルはこの2人は低いですね。でまあガンマはまだ高めな方で、ソクセルはなんかいびつで、チセルはまあ高いで、技の17、18も高いです。やっていきましょう。やっていきていうのは山々なんだけど、これもう初手から飛ばすか。使うタイミングなくなるもんな。即技地、待って、即技地力対、即技地力対、即技、次技か、だる技、あーこっちの方がいいな。そうだね、これでいこう。技切れ物を取らなきゃいけないじゃん。はい、なんで17、18号を、裏に回すかっていうと、次地属性がこっちのターンで当たってくるから、それだったら勝てな、おい。まあ、なるべくね、避けたいっていうところはありますね。我々人造人間に勝てると思うなよ。人造人間ごときがよナイス。でかくて見えへんで。出たって見えへんやん。やっぱあんだけの木玉だったら火力は低いわ。でまあリーダーはガンマ2号による人造人間パーティーなんで、まあサブで 30% つくやつがついてるっていうことになるんですね。でここはね、死ぬかもしれん。真面目に死ぬかもしれん。からこれをあえて使って戦闘に置きつつやってみようかな。なんでこれをやったかっていうと、まあ火ダメっすね。火ダメを食らいたい、パセルのことも思ってね。だからここで必殺打ってくれたらよかったんだけど、打ってこない。うん、渋いね。渋川豪気だね。即技地力対速、もう満体だ。やべえな、やっぱ火力だけは。こいつ UR なのにさ、やばいよ。これだ、全然打ってこないとか、そんなうち。それだったら俺アイテム使ってなかったぞ。打ってくるんかい。まあいいけど、全然いいよ。4万か、その程度か。ケツで一発打ってくれることを言うのも。並びクソだな、でも。並びがクソだな。先制受けできるキャラが誰もいねえからさ、うまいこと有利属性でなんとかするしかない。で表が対属性だから、本当はガンマ2号を1号かケツに回したかったな。でもそうなってくるとガンマ2号2号で固定になるからな。もう効かんちゃ。そうだな、残すか。 OK、 ガンマは残します。ガンマじゃないわ、17号。
まあ、ここでクローテもろて、ディフェンスバフ上げてもろて、火力は出るからな。それ勝てえな、セルマックス。マジでマジで勝てえ。もうええのに。ここ悩むな、セルを残すか。まあでもセルを残す以外ないもんな。こいつスタメンだもんな。海属性にこのセルとチセルどっち残すかっていうとチセルだもんな。まあ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 いいでしょう。だからここでひだめくらいたいな。9万か。まあこうだろうな。回復できるけど。まるまるもりもりみんな回復。ああ、その程度ね。ダメージカットも最大パーセンテージまで上がってるから、まあいけるでしょうね。さあ、859万。こっちは逆に虹だからね。ガンマ1号は1つでもこっちは虹だから削ってやりましょう。いい火力。必殺が欲しい。 OK です。965万。もう一発撃ったら1000万いきそうだね。ああ、それ無理なんだよ。今の俺には効かねえんだよ。残念。で、耐属性でしょうか。うわ、セルが怖えな。攻撃の順番次第だよ。パセルにすらならへんっていう。困ったもんですよ。ああ、これでいいかな。これでいいか。まあ、せっかくだし、ウィスも使おう。で、チョイスと打ってもろうて。はい、あざした。急に HP 減ったら、こいつダメージカット率が上がるから、まあ、それはそれでいいんだよね。別に、どっちでもいい。対速技。ああ、いやー、でもセル残した方が良かったんかな。技だもんな、次当たるとしては、まあ、それまでに倒せばもう満体なんだけどさ。いくらです？残り 2.5 ぐらいか。いや、セル残した方が良かったくせえな。うん、セル残した方が良かったわ。そい、次のターンまでのこと考えてなかったな。これは俺が悪いわ。さあ、削り切れるか。ここからが難題です。さあ、セルになっていく最終形態。完全体。どうしようかな。ダメージカットアイテム使ってるし、こっちでいいんだよな、正直。そうするか。ドッカンモードも遠いしな。困ったな。会心出ればワンチャン削れるんじゃねえでも思ったんだけど。出ねえよな。そこまでうまく出ねえな。まあこっちは920万まで上がってるから、
こっちが会心出ればいける。あーぬーあぬぬぬぬぬぬ。マジでこのガンマ2号使ってるとパチンコゲーしてるんだよ。運ゲー、運ゲーだ。おいおいおい、変な体力で残すな。変な体力で残すな。はい、97ツアードーン。うー、微妙。順番足で、あーまあどうなんこれ。いや、どうなんどうなんと言われたらどうなんだろう。決めてくれや。多分最初飛んできます、俺の予想、シラコング予想。ほら、ただ技機能はめっちゃ取ったからな。ドイスドイスドイス。えぐいえぐい、倒れてくれ。最高役は18番でフィニッシュと。そいっとーん、オッケー。やっぱ人造人間強えな、人造人間は。やっぱ旬だよね。8周年と並んで、まあ強いっていう部分はあるから、まあキャラクター少ないけどさ、まあ多分今後極限Z覚醒するキャラも増えてくるから、まあめちゃくちゃ期待したいっていうところはですね。ただ初手守りにめちゃくちゃ弱いね、このパーティー。はあ、はい、ってな感じで、ご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。